なあ、ジーニアス。何、ロイド。なんでディザイアンなんかいるんだろうな。奴らさえいなければ、みんな幸せに暮らせるのに。そうかな。本当に、みんな幸せに暮らせるのかな。ん？あ、ごめん。ディザイアンが悪の元凶なんだよね。なこと決まってるだろう。恨まないでよね。まだまだいけるぜ。
ってるね、ロイド。ああ。クラトスさんみたいに強くなれるといいね。足手まといになんかなるもんか。僕のせいで。お前のせいじゃない。もう気にするなよ。でも、ジーニアス、今は俺たちのできることをしよう。考えると悲しくなるだけだ。うん。とにかく早くコレットたちに追いつこうぜ。そうだね。
恨まないでよね。それ決まれ、アクアエッジ。たはっきり取り挟む。たはっきり決まれ、アクアエッジ。たはっきり魔人剣きやべ。決まれ、ライトリング。トレットたち、どこら辺にいるんだろうな。トリエット砂漠は広いから、簡単には見つからないかも。街には立ち寄ってるよな。うん、そこで何か聞けるといいね。そうだな、コレットが立ち寄ったに違いないって証拠でも残しておいてくれるといいんだけどな。学校の壁みたいにね。さすがにそれはないだろ。そうだよね。決まれ、ライトリガー。無駄無駄。
言い伝えによると、この地方のどこかにイフリートに通じているもんがあるんだってさ。この辺りが熱いのはイフリートの影響なんだ。イフリートに通じるもん？それってもしかして、うん、コレットたちが目指しているフーインってのはきっとそれのことだよ。そっか、じゃあこの地方のどこかにコレットがいるんだな。 それにしてもお前物知りだな。僕はロイドと違って授業中に居眠りなんかしてないからね。 あの手配書の似顔絵は、せっかくの二枚目が台無しだ。そっかな、僕は結構似てると思うけど。ジーニアス、面白いこと言うね。冗談だよ。
恨まないでよね。決まれ。こんなもんさ。